皆様大変お待たせいたしました。松山市に用を入れてみます。本日も松山市電話ローカル電話をご利用いただき誠にありがとうございます。このロープウェイは昭和30年に運転を開始いたしまして、所要時間はおよそ2分30秒となっております。皆様がご乗車されておりますこのゴンドラは通算5台目にあたり、デザインは瀬戸内の美しい海、松山の青い空、支流の全体に流れる暖かで爽やかな風を流線的に表現としております。運行方向右ドリフトは昭和41年に運転を開始いたしまして、所要時間はおよそ6分、乗車券は共通券となっておりますので、お帰りの際やお好みの方もご利用くださいませ。これより訪れられます松山城は、静ヶ岳において武勲を立てた七本槍でおなじみの加藤義彦公が1602年から20年以上下げた時で築いたことが始まります。海抜132メートルの勝山山頂に本丸が、中腹に広がる日山国に三の丸を置く平山城で、別名近畿城、勝山城とも呼ばれています。天守は全国で12箇所しか残っていない現存12天守のうちの一つです。江戸時代以前建てられた天守を有する城郭であり、天守野原屋グラウンド、重要文化財21棟をはじめ、城山全体が国の史跡に指定されております。まもなく長尺丸に到着いたします。ホームに入りますと揺れますのでご注意くださいませ。こちらから本丸広場まで徒歩でおよそ10分、どうぞごゆっくりご遊覧くださいませ。ありがとうございました。だんだん、だんだんはこちらの方言でありがとうという意味でございます。気温が大変高くなっております。水分補給をこまめにとって熱中症には十分にご注意くださいませ。